むちゃんありがとう、みんなありがとう、おはようございます。あ、今日はちなみにサッカーを見ながらも多分やるので、なんかサッカー見ながらもやりますっていうことだけ頭に入れといていただけたら 今はフィッシュワングランプリのためにメイクをしているんですけど、ちょっと最後唐揚げくんあと1個なのでそっち食べます。今日の朝ごはん唐揚げくん。まあでもオム投げてください、ぜひ。こんなさ意味わかんないライティングのところでメイクやっちゃう私やばいですよねでもなんか色使うのとかはもう終わってるから、あとはアイラインとかそういう系なので、なんとかなるなる。こんにちは。無料のオムゲットしてきます。いってらっぴー。なるさんのやつ。何なるさんのやつって。あ、なるなるか。なんとかなるなる。会場なうだけど美味しそうなものがありすぎ。そうですよね。私もなんか昨日スタッフさんと見てたんですよ、メンバーと。ほんと。どれも美味しそうすぎて、なんかどれなんかもう食べる気満々なんですけどどれ食べようかなって言ってました食べれるよねきっと、さすがに。食べれないとかないよね、どうなんだろう。でも食べる気満々です。ちなみに今日の髪、あ、でもそれも 言わないでおこう、まあ、バレてると思うんですけど、もう今日何の髪型するのかとか、まあバレてると思うんですけど、っていうかそのなんていうんですかね、あれだったんですよね、先輩方と被らないようにと思って、まあ先輩方とっていうか別に普通に私人と髪型被るのが嫌なので、基本的にはそのみんながやった後になんかどれやってないかなみたいなの考えちゃうんですけど、そう。でも今回はその私が一番最初の時間にメイクの時間だったんですね、私とマリアちゃんが。そうだから他の方が何やってるかっていうのを見れなくって、だからもうやりたい髪型をやりました。はい、本当はねこれとこれとで迷ったんですけど、でもこっちだとちょっとこれをこうするときにこうかなみたいな感じでなってこっちをやめたので、まあちょっと全然多分日本語伝わってないと思うんですけど、そんな感じです。アイライン引きます。今日マツパしてあるのでビューラーしなくていいから超楽。めっちゃ上手に引けたアイライン。めっちゃ上手に引けた。あ、チーク塗ってない。思い出した。よかった配信してて。こっちの皮膚アイライン塗るの苦手なんだよね。っ
ていうか塗りにくい皮膚してるんだよね。あ、でもできたかも。どう？魚食べて言いたいこと叫ぶ準備は満タン。言いたいこと言えないんですよ、残念ながら。そう、声出せないから。でも今日はなんかいつも以上にゴリゴリに、いや、なんかあんま踊れないんですけど、曲数的にはあんま踊らないけど、いつも以上にゴリゴリアイドルします。いつもそうかもしれないけど、そのメグさんとかサホさんとかセイナさんのファンの方で、私のことを、まあ多分あやなんさんのファンの方もそうかもしれないけど、でもあやなんさんはチームが一緒だから、多分今後ね、あやなんさんのファンの方には私のパフォーマンス見ていただけるかもしれないんですけど、他のチームのファンの方、しかも先輩ってなると私のパフォーマンスを知らない方が多いから、アイドルしてますよ、してますよって言うとあれですけど、アイドルですよっていうのをたくさん見ていただけるように今日もアイドルします。その気でいます。ただちょっと頑張ります。おもちゃんありがとう、みんなおもむ、うん、アイライン完成、マスカラ。そう、ミケリンさんに褒めていただいた。アイドルパフォーマンスやりすぎと言われた。でもそのやりすぎは褒め言葉のやりすぎなのでいいんです。いい、やりすぎ。多分私が韓国アイドルとかにいたらいけないと思うけど韓国アイドルとかにいたら絶対でもダメですよね。そのなんていうんだろう、もうなんかやりすぎとかそういう個性とかよりも、もうみんなで揃えるみたいな感じじゃないですか、韓国のアイドルの。でしょ。だからなんかAKB にいるからこそできる個性を出したりすることって、なのでその個性が死なないように一生懸命頑張ります。マジでマスカラ塗りやすい、嬉しい嬉しい嬉しい。AKB は日本の中でも個性を出せる、あ、だし、その AKB、 そのいろいろね、最近もバラエティとかやらせていただくようになって本当に思うのは、そのなんて言うんだろう、やっぱそういう個性を出す場所があるって思って、もちろんそのなんて言うんだろう、普通に AKB 以外のアイドルの方々も、特にそれこそももクロさんとかメンバーから決まってたりするじゃないですか。だからそういうので個性っていうのはすごく出ると思うんですけど、そう、でも私たちは私たちで、じゃあ決まってないし大勢いるからこそ自分でその個性を出すぞっていう、なんて言うんだろう、5人とかのグループより何十何人いるグループの方がその出すぞ、出さなきゃいけないのが強いじゃないですか。でしょ。
そうでもももクロさんの個性も本当に素晴らしい、皆さん本当キラキラ輝かれてるので、そうそう素敵だなってめっちゃ思いながら、メンバーカラーっていいなって思いながらいつも見させていただいてるんですけど、でもやっぱ人数が多いからこそより出さなきゃって思う気持ち、埋もれられないぜみたいな気持ち、ですよね。すごい手カサカサ乾燥してるこの部屋、さっきだって手洗ってハンドクリーム塗ったのにカサカサ、乾燥してますこの部屋、困った。今のマスカラはマスカラ下地なのでこの後マスカラがっつり塗りますけれども、チークはそうですよね、ちょっとここで塗るの怖いな、まあいっか別にピンクピンクしててもいっか、そうなんかライティングがね白色灯じゃないから、そうなんか強くなりすぎちゃうかなと思うんですけど、まあいいや可愛く生きていこう。あ、唐揚げくんはね、あ、やばいまだ一口しか食べてなかったあふれてた、もう冷めてます。うん、みんながおむちゃんくれてる、ありがとう。お魚会場移動しますだって、レッツゴー。昨日もねお伝えさせていただいたんですけど、一応今回のイベントはそのお魚天国っていう曲を披露させていただくんですけど、その曲のハルピョンを見たい方は下手、他の曲のハルピョン見たい方は上手にいると見やすいかなと思いますので、お、毎日アイドルとりあえず継続、よかった。もうお客さんたくさんだって、そうなの、本当すごい。でも確かにさ、その8のファンの方ってさ、こういうイベントはよくあるからさあれだけどさ、その8じゃないメンバーのファンの方ってさ、やっぱこういうイベント無料でこうメンバーが踊ってみたいなイベントってなかなかなかったじゃないですか。まあ最近はね増えてきたりとかはしてるけど、そう8なんてもうそれでもう本当に結構何年も生きてきた部分はあるのでそうそう
だからそういうさ、エイトで経験したことじゃない、エイトで経験してない方々はきっとね、多分ね、そういうね、あれはありますよね。今日ボリュームを出すか長さを出すか、ボリュームを出します。だから早く行きたいっていう、もういい席で絶対見たいっていうのはあるかもしれないね。まあ、もちろん8のファンの方もね、早く行かなきゃいけないことは十分承知だと思うけど、どこにいても見つけますので、ぜひうちわだったりスケッチブックだったり持っていてくれるとね、とってもありがたいなと思いますっていうのをマスカラしながら言われてもね、本当にありがたいと思ってんのかって感じですよね。ありがたいと思いますよ。でも時間がなくてマスカラしながらなんです、すいません時間がなくて。おむちゃん、みんなありがとう。ありがとう。マスカラナウ。今日は一番魚だなと思えた人が優勝なんだね。どういうこと？そう、魚になりきって頑張りたいと思います。あ、さっきより目力出た。マスカラすごい天才的。ちょっとだけボリュームも出した。ボリュームじゃないよ、長さだった。ほぼ完成。今何時だろう。お、やばい、ちょっと着替えたりとかしなくちゃいけないので。お、意外とやばかった。ランキング読まなきゃ。着替えて出発しなければいけないので、やばい。意外となんかのんびり、ぐーたらはしてないか、ぼーってしてたけど、意外とやばいことに気づきました。汗ちょっと着替えたりとか、前髪もしたりしなきゃいけないので、また夜サッカー見ながら配信しようと思っているので、ぜひ一緒にコスタリカ対日本応援しましょう。それではまた、ランキング読みます。1位、お、あ、間違えた。1位くじの大吾さん、2位オープンアカウント、本日仕事で、絶対来ると思ってた、今日仕事か、かわいそう。3位ネバーストッパーと、今日は日比谷へゴーさん、4位マックミックさん、5位ハルーさん、6位ともゆきさん、7位、ファニンアットオムライスブーさん、8位、ベベモンさん、9位コニタイミズさん、10位マフィンさん、11位コロポックルさん、12位パンダさん、13位カートピョンドさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はでーひーさんです。ありがとうございます。ということで、皆さんオムライスありがとうございました。この後もぜひ何でしたっけ、フィッシュワングランプリ頑張りたいと思いますので、また応援しててください。また来てくださる方は楽しんで、イエイ、あ、楽しんでっていうか楽しんでいただけるように私たちも楽しむので、よろしくお願いします。
それではありがとうございました。また後で。バイバイ。ありがとう。またねー。